土屋の車の話始まりました。はい。ねえ、なんでこんななんか大会競技場みたいな格好してんの？そうそう、僕ね、今日ボーっとしてて、着てくる洋服忘れちゃったんですよ。ねえ。でも、たまたま来たんだけど。どう考えてもこのイベントにこの格好は、ねえ、これ主催者の社長かなんかだよ。間違いない。私たち今ですね、静岡県の富士スピードウェイに、はい、あ、いいですね、やってきているんですよ。どうですか、このいろんな車も並んでまして、ね、うん、大イベント行われておりまして、ね、富士 86BRZ スタイル2022という、イベントが今日行われております。土屋さん、どういうイベントなんですか？これはですね、はい、話すと長くなるんですよ。いや、短く、短く、短く。10年前に私と富士スピードウェイで始めたイベントです。おー、どことはこれあれですか？86と？そうです、うん、86と、うん、BRZ が生まれた年に、 BRZ っていうのが富士スバル、スバルですね、はい、が生まれた年に作ったイベントです、うん、なるほど、はい、でそれが10年間やってんだ、はい、もうちょっとカメラさん向こう振ってみて、ほら、見てみて、すごいですよ、本当にこれ、すごいですよ、もうこれだけじゃ、今はね、あの、もうそれがコース上ではね、うん、はい、もう大会やってるんでね、コース上でレースやってるでしょ、うん、ショートコースでインプレッションのドライビングレースやってるでしょ、うん、ジムカーナー上でジムカーナーやってるでしょ、うん、全部スバル BRZ から GR86、うん、はあ、すごくない？それ考えたんでしょ？俺は考えた、そこまで考えなかった。いや、でもね、そうすると10年前に俺やろうって言ったわけじゃないですか、土屋さんが、はい、その10年間で利権とか手に入ってんの？一銭も入ってこない。そうよ、一銭も入ってこない。なんでこんなとこ来てお金の話すんですか？いや、だって、こういうとこだからこそお金の話なんですか？なんで静かにする話、そういうの。その時にもう少し俺はデリーさんと親しければ、ね、うまく、うまい話ができたんだよ。土屋さんがここがダメなとこだよ。いや、今日本当土屋さんお忙しいんですよ。うん、もう引っ張りだこでイベントの中で、もう人気者でね、特徴もありますしね。はい、なんでこのちょっと合間を縫っていろんな車を私たち3人で見ていきたいと、うん、はいはい、ちょっとね、あとね、これがいいっていうところですね、うん、土屋さんのね、プロの目で見て教えてください。確かに確かに、はい、あ、オーナー、オーナー、また男前じゃないですか。でも綺麗にしてますね。これあれですか、いくらぐらいかけてるんですか？片手は余裕で超えました。500万。86乗りは、うん、AE 乗りは、うん、当たり前、もうそう、当たり前、安い方ですね。これいつから乗ってるんですか？もう今年で18年目になりますね。あ、偉い、愛がすごいでしょ。愛がAE86 乗りって愛がずっと続くの。もうずっと僕はね、半年で書いてますよ。この浮気者。その中でもめちゃめちゃコロコロ浮気者だね。どの部分が一番好きなポイントですか？そうですね、やっぱフォルムは、とやっぱ走りもやっぱ楽しいですし、ね、これ入ってますね。あ、本当だ。中も書いてるの？もう中も全部書いてます。中も、あの、アニメと一緒？もうそうですね、ハンドルから、あ、シートも全部書いてる。本当だ。あと、一番面白いのが、天井が、天井ね。そうなんだよね、これ実は空いてるやつを埋めてるんだよね。なんちゃってだよね。あ、なるほどね。これね、結構みんな、結構みんな大変なところで、大変なところ、これみんなやるんですよ。へえ。でも僕ね、実はこれいろんなものを見たけども、同じ今までの中で一番綺麗、本当に綺麗にしてる。これはすごい。そうですね、本当に綺麗ですね。また群馬ナンバーってのがいいですね。あ、いいね。イベント用にいいね。ね、うん、本当違うんだ。これは一応アニメ上から貼り付けて、貼り付けて、そうですね。そう、このイベント用に群馬ナンバーにしてるんです。そう、偉いな。まあ自慢は本当はエンジンなんですけどね。あ、見たい見たい見たい。ぜひぜひ。フルチューンで。あら、おお、綺麗。これはちょっとエンジンかけてみて。かけます。はい、これは綺麗だ。これはすごいわ。エンジンめっちゃ高い。あ、そうですか。あら、おー、何ですかこれ。めっちゃいいエンジン。かっこいいね。かっこいいですか。そこでそうなる。どうですか。めっちゃいい。最高。いい。ありがとうございます。すごい。これはいい。このエンジン高い。高い。高い。これ帰るの乗って帰りましょうよ。これこのエンジン高い。
このエンジンだけで新型の GR86 買える、はい、え、あ、そんな高いんですか。あ、そんな買える、エンジンだけで、うん、豆腐投げつけなきゃいけましょう、これ愛があるが見えたから豆腐投げつける豆腐投げつけない、投げつけない。オーナーさんがこちらの方でございます。はい、どうも、はじめまして、こんにちは。あ、スバルの人？あ、いや、普通の一般の、一般の人です。スバルアイだよね。はい、あ、ありがとうございます。これ前からこれ乗ってるんですか？初めて買った車なんですよ、これが。え、これってまだ出たばかりでしょ？そうですね、出たばかりですね。ね、今おいくつですか？21で、今年で22になります。そうだよね。最初にね、買った車は、これ。BRZ っていうのは、あ、そうです、僕すごいスーパー GT っていうレースが好き で、 あのスバルビニアル Z がレース参戦してるんですけども、はい、でそのチームがすごい好きで、もう全部もう GT300 をモチーフにして、あの車をカスタムしてるっていう感じです ね、 ね、スーパー GT のスバル BRZ がある。なるほど、それに似せてる。なるほど、これにかかって、これいくらまでプラスアルファ変わるんですか。そうですね、この車自体が、330万なんですけども、うん、まあ、今総額が700万ぐらい。うわー、だいぶちょっと待ってください、はい、まだ21でしょ。まだ21です。なんか悪いことしてるね。いや、いや、多分ビットコインの儲けたね。なんで儲けたの。あ、そうですね、僕、18からこう毎月、まあ、お金を貯めて、うん、で2年か3年ぐらいでこう300万頭金貯めて、うん、での そ, うです、まあ、それで、まあ、お金を貯めて買えたっていう感じですね。車のためですよ。そう、へー、もう全ては車のために働いてます。うわー、何お仕事何してるんですか。タイヤメーカーで。タイヤメーカー、はい、じゃあもう車とね、ずっと愛してくれてるんだ。本当、ね、ちょっとこれこれですよね。ダイヤもホイールもキャリパーも。キャリパーがまたいいね。ローターも。で、レカノをつけて。あ、そうですね、うん。で、サイドステップもついて。最初の車がさ、700万ってとんでもないですね。21歳ですよ。気合入ってるんですよ。彼女は？あ、いないです。いないよね。ほらほらほら。彼女いるわけないじゃん。そんなことない。ね、いや、でもこれはね。女になんか金使ってる場合じゃない。あとね、これはね、女性に騙されるタイプですよ。多分次になるとね、ボロボロになってますよ。ね、ちょっと見せてください。考えないと。これはこのリアウィングも高そうだね。だいたい飛ばさない人はこんなのいらない。サーキットを走る。そうするともう全開で200キロ以上出るからこれは必要な。サーキットは？あ、走ってます。そうなんだ。小さいサーキットが基本ですけどね。はい、あ、そうなんだ。いいじゃん、俺かっこいい。かっこいいね。品よくまとめてる。このブルーがまたやっぱりね、合いますね。スバルブルーがね。似合ってらっしゃる、本当いい感じ、うん。ね、ありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。安全運転でね。はい、安全運転で。お願いしますよ。はい、ありがとうございました。こんにちは。お名前は？大山と申します。大山さん、大山さん、これあレミはもうどれに乗ってらっしゃるんですか？新車からなんで38年目。うわあ、38年。相棒だ、相棒。はい、相棒だね。いね、うん、これも綺麗にしてるよね。どう見たらいいですか？ナンバーは そうです、最初から当時のナンバー。はい、うん、2桁だもん、ね。2桁だもん。そうです。どうですか？魅力は一言で言うと。なんでしょうね。わかんないうちになんか乗り続けてたみたいな感じですね。そういうもんなんだよね。とは言ってもこれね、相当これもね、大切に乗ってますよね。綺麗ですね、本当。またこれホイールもいいですね、これ。渡辺ね、当時これね、流行りましたよね。1980年代はもうこのホイールめっちゃ流行った。へこれ盗まれたことないですか？車ですか、うん、ないです。盗まれそうになったことは、まあ、ないです。ないですか。車庫。あ、車庫は車庫ではないです。あ、そう。外？野ざらしです。本当ですか？え、野ざらしでこんな綺麗になる？いや、3年前にちょっとあの綺麗にしたんで。あ、レッサーした。それまではやっぱりね、こういうところさ、うん、色を合わせるよ。これ上田さんもね、うん、ゴムカサビは出るし、ゴムは朽ちてくる、ね、うん、これは書いてない？書いてないです、うん、これだけどオリジナルを大事にしてる。パーツはまだあるんですか？そうですね、そこそこありますね、味よく。オリジナルを大事にしてる。自分土屋さんの昔から知ってて、うん、あ、そう。一日前で一緒にレース出てた。出てたの？はい。あ、レース出てたんだ。1980年代。そうか。同い年なんですよ。あ、そう。1978年から一緒にレースやってるんだよ。その時この出てたんですか？これは1984年。じゃあこの前ですね。前。この前何乗ってたんですか？これの前はまあいろいろ乗ってますけど、この前にもう一台86乗って。うん、でその前はスカイライン乗ったりとかシルビア乗ったりとかしました。
結構乗ってるけど、これは手放さない。いいですね。ね、いいよね。あの、僕に乗ってると、人柄が出ますよね。分かるんです。ありがとうございました。ありがとうございます。あらまた、はい、あ、女性のオーナーさん、ね、女性のオーナーこんにちは。いや、すごいね。これは新車。新車です。これまた新車。新車 GR86、はい、ほとんどドノマルなんですけど、一応ちょっと白黒っていうのをテーマにいじってて、うんうん、なのでダックテールも、あ、黒にしてる。ダクテールのオプションをわざわざ黒で頼んで乗せてる。一応4本にしてたりとか、はい、マフラー4本にしてる。ああ、本当だ。ノーマルは2本。これ4本と2本って どう違うんですか。見た目が違う。見た目だけ見た目だけ性能は変わります。変わらない。こっちの方がかっこいいだろうって。かっこいいですか、これ。フェラーリも4本出してます。確かに。とりあえず4本にしといたらかっこいいかな。ここもかここもやってるね。そうそう、あ、なんかそれこそ爪かなんかで傷がつかない。お、ね、よく知ってますね。そういうことですか。そういうこと、そういうことなの。爪で引っかかないように。あ、そういうこと。これは誰でも知ってますよね。やっぱ女の子らしい。本当ですね。そういう女の人ならでは。女の人ほらマニキュアとかしてっからね。ね、そうです。ネイルやってっから。一番好きなポイントどこですか。お顔以外だったら。好きなのが、はい、ちょっとここなんですけど。ほうほう。リアル？リアルのこれ白黒をテーマにしてるんで、うん、本当はここ赤黒なんですけど。うん、ああ。ただ私白黒のやつを貼ってます。あ、貼ってんの上から。これ人形なんですか。これはペンギンでしょ。私の相棒です。あ、いや、どうでもいいです。どうでもいいどうでもよくないです。どうでもよくないです。いいです。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、どうでしたか。このイベントはもう盛りだくさんでしたよ。いや、楽しいですよね。これ一部ですからね、今見たのって。確かに。オーナーさん、はい、うん、ここ一部、はい、他の駐車場全部いっぱいなんです。そうなんです。だからここに並べることがすごいことなんですよ。あ、そうなんですか。抽選でここに並べる。あ、へえ。抽選なんだ、ここ来んの。そういうことだ。溢れた数千台はいろんなパーキングに散らばってるの。さっき上から見たらすごかったですもんね。すごいでしょ。奥の方の駐車場、ね、うん、このショップブースに並んでる人たちは全て86と BRZ の部品だけ。すごくない？いや、本当すごい。愛がすごくて、ね、すごくないですか、このイベント。本当に愛が、本当に。だってテリーさんも俺も東京オートサロンとか取材には行くの、はいはい、だけどこんな86と BRZ だけのパーツを揃えてるブースなんてこんなないから。え、これ、このイベントって本当に日本全国からいらっしゃる感じですか？もちろんもちろん。うわー、すごい。九州から北海道まで来てる。うん、これ年に1回。年に1回です、はい。でも土屋さんには入ってこないんだよね。一銭も入ってこない。残念だったね。全部富士スピードウェイです。いいんですよ、いいです。まあ僕はアルツアートのショートコースを、ね、走らせてもらったんで。そうですね。テリーさんすごい。いや、だってテストに帰らないんだもん。ねえ、なんか何周するんだろうと思いましたもん。いやいや、止めなかったら多分まで走ってますよね。だって 2,3 日走りたいとか言うのよ。本当ですよ。だって本当スタッフ慌ててましたよ。ちょっとまで振ろうとか振ってましたよ。ああと思って。あと10周走りたかったな。ね、もうでも楽しかった。楽しいでしょ。よかったよかった。はい、また来年行きましょうね。はい、そうしましょう。はい。はい、車の話番組 YouTube では今回の特別映像を公開しています。チャンネル登録。